ドジャース、ということでですね、今日ちょっと2日連続となってしまうんですけども、ウルですね、ウルのデリバリーがございましたので、ちょっとご紹介しようと思います。もう本当に1日違いで来てしまって、まあこれしょうがないんですけども、なのでちょっとね2日連続になっちゃうんですけども、ウルのデリバリーという形でちょっと紹介させていただこうかなと思います。もうまあセカンドというより もうこっちもまあ立ち上がりのアイテムとしてね、カウントしていいと思うんですけど、まあそういう経緯がございました。はい、ご了承ください。で今回入ってきたのはですね、ウルらしいアイテムでですね、セットアップです、ジャケットと、パンツ、こちらがですね入ってまいりました。じゃあまずちょっとジャケット、はい、一型二色入ってまいりました。これがね、これ今季結構僕一押しですよ、このアウタージャケット。はい、まあブルゾンタイプでございますけども、まあちょっとね、MA1 とかをベースにしたまあコットンの、春アウターなんですけどもね、まあ後でご紹介しますがね、結構これ面白いんですよ。この裾の辺とかね、この辺にちょっと仕掛けがございます。ちょっとね、はい、面白いシルエットと、はい、デザインとなっておりますから、はい、ジャケットでございますと、あとですね、今のご紹介したジャケットにまあセットで着ていただけるパンツですね。はい、でこれが毎シーズンね、継続的にリリースされているテーパードのタイプのパンツでございます。腰に紐入っててね、そういうようなパンツですね。ちょっとまあリラックス感ある感じのねパンツでございます。はい、これもまあ後で着てみますけども、定番のね形でございます。生地は違うけど、でこれがさっき のベージュとねブルーのこのセットと、あとはね単体で、こちらパンツ単体でねネイビーのお色、こちらも入荷してきております。はい、もうこのパンツに関して言うとね、もうこのパンツ単体でもね非常に素晴らしい良作なので、もう なんていうんですかね、セットアップもちろんで、もうパンツ単体でもすごいいいので、一つのパンツとしてすごい完成度が高いので、ネイビーはそういう意味でね、ちょっとそういうパンツだけですが、つけてますというような形でございます。はい、では早速ですね、ちょっと着てみたいかなと、セットアップでねもういきなり行こうと思います。はい、着てみました。どうでしょうか。上下着てみました。ブルーの方ですね、お色。いや、これ色めちゃくちゃいいんだよ。これ色がね、めちゃくちゃいいんですよ。じゃあまずジャケットのね、ご説明からいきましょうか。こちらですね、最初に言っておきます。サイズ1でございます。サイズ1、僕が着てるのはサイズ1で、お値段6万円でございます。はい、こんな感じです。まあシルエットね、見ていただければなんとなくわかるかと思いますけども、まあウルらしい感じですよね。まあちょっとこう丈が若干短くて、袖周りに少しこうボリュームが、はい、あるっていう、まあウルがよく得意とする、まあ毎シーズンよく出されるようなねブルゾンタイプのシルエットはそんなような感じなんですが、なんですよね。これがねちょっとデザインポイントね、3つございます。はい、まずちょっとじゃあこのベージュの方をちょっとね、お見せしつついこうと思います。このねジップですね、わかります？ポケットの両側のジップ2本走ってんですよ。まあ普通1個じゃないですか、ポケットって。これがね2個ねパーンパーンと走って、だからここのね真ん中のジップも合わせてこう平行のラインがこうなんか見えてくるじゃないですか、縦にパーン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 みたいな。これ1個特徴ですね、ポケットが2つあると。で長さを変えたジップがね、ここに施されて、もちろん使えます、もちろんもちろん両方使えますよ。はい、でこれもねちょっと面白いじゃないですか、印象として。ジップがね、前面に5本ですね、計5本、真ん中のここも含めて、5本走ってるという、これがまあデザインとしても、まあ、機能面としてもまあ面白いですね。はい、これ1個目ですね。で2個目、こっちの方がね、ウェイトはでかいかもしれないですね。デザインの裾のね、ここのクシュッとしたシュリンクの感じ、これ後ろとかもっと分かりやすいんですけどもね、ほらこれどういう構造になってるかというと、2枚構造になってるんですよ。2枚仕立て、はい、2枚仕立てになっててですね、はい、でこの裾の1枚目ですね、1枚目の表地の裾にですね、このように、ドローコードというか、まあ、これゴムですね、はい、
ゴムを、こう走らせてると。でこれでちょっとこうクシュッとさせてるんですよ。1枚目をクシュッとさせてて2枚目は3とかで、その2枚構造って2枚構造ってですね、めっちゃ面白いでしょ。後ろから見た時とかが結構特徴的ですよ。ほら裾の辺とかね、クシュッとなってて、でこれまあご自身でね、もうちょっとこうきつめに、シュリンクさせたいなっていうか、させこうシュワクシュッとさせたいなっていう時は、まあもうちょっとこう絞っていただいても、で絞れば絞るほど多分ねこれ生地がこうなってこういう風になってくるんですよね。でよりなんかこうレイヤードしてるみたいな、なんかそういう印象が出るっていうような、ジャケットなんですよ。ですごい面白いでしょ。あのねこれすごいかっこいいなと僕もあの展示会で見て思いまして、まあ、もちろんそのねちょっとウルの、通常出しているこういうジャケットブルゾンよりもお値段がちょっとしちゃうんですよね。っていうのはやっぱここですよね。もうここのデザインが、まあ、2枚仕立てっていうこともありますし、ちょっとこう凝ってる、うん、ギミックが効いてるよっていうところで、ね、すごい面白いなと、いうふうに思います。あと3つ目ですね、生地です。まあ色も含めて、色めちゃ良くない？ピントアイあったか。色がねめちゃくちゃいいんですよ。これブルーっていう色なんだけど、まあ本当こうウルらしいカラーリングじゃない？ね、ちょっとこうなんていうの、なんという色なんだろうっていうか、独特のちょっと灰色がかったブルーですよね、うん、ちょっとグレーっぽい。いやめっちゃかっこいいんだよこれ、かっちょいっすね。はい、これは非常に、僕的には一押しのアイテムかなと思います。ベージュの方はね、ベージュの方もいいですよこれ、春っぽくて、うん。でね、ベージュの方の一押しはね、この裏地、裏地がね、これわかるかな、サックスブルーですごい爽やかな感じなんですよね。これもちょっとポイントですね、ここのコントラスト。ブルーの方はね、同系色なんですけども、ベージュの方はこういう感じでちょっと色のコントラストが出てます。はい、じゃあ、ジャケットの説明はねその辺にしまして、じゃあ今履いてるパンツですね、こちらのパンツの方を、ご紹介していきたいというふうに思います。あ、ちなみにこういうふうに裏地にもね、このジャケット、はい、内ポケットありますし、裏地もコットンでこうちょっと薄めのねサラッとした素材の裏地がついてますね。はい、まあそんな感じです。でパンツいきましょう。はい、これはもう間違いないですね。ちょっともう一言でね、いいでしょ形がね、ストーンって感じで、まあ一応形としてはテーパードなんですよね。この腰回りから裾にかけてシュッとこう細くなっていく形なんだけど、でもねウルのパンツはどっちかっていうと膝くらいまでシューッとテーパーで来てるんですけど、膝下からは結構ストンとストレートな感じ、うん、なんですよ。だからシューっていうこうね逆三角形というよりはなんかこう来てポンみたいな、なんかこういう感じですね、うん、そういう、うん、形をしていますね。見ていただけたら分かると思うんですけど、あ、これくらいか、はい、ね、すごい、まあ、パンツ独特ですし毎シーズンねご紹介してはいますが、非常にいいね。なんかね、スラッと見えますよ。うん。やっぱパンツの形がいいっていうのはね、これやっぱりいいね。素晴らしいですね。いや、いいね。なんかね、ちょっとだけど、ちょっとね、気持ちなんかフレアっぽくも見えたりするんですよ、その辺が。うん。で、あ、ちょっとね、あ、最初に言うの忘れてたわ。ごめん。こちらもサイズ1です。サイズ1で、お値段2万6000円ですね。あ、でごめんなさい、これブルーブルー言ってましたけど、グレー、色的にはグレーっていう表記名でした。グレー、まあでももうブルーグレーというかね、すごい青みが強いグレーって感じです。青みが強いグレー、グレーがかったブルー、まあそんなようなイメージです。はい、すいません。でね、あ、生地は先ほどと同じ、このブルゾンと同じタイプなんですけどもね、すごい、今回のこの生地はね、ちょっとねシャツっぽいというか、それくらいちょっと薄くて軽やかな、素材でございますね。で、微光沢があります。すごい綺麗なね、綺麗な素材ですよ。スベスベツルツルっていう感じのコットン100ではありますけども、すごい履き心地が軽い、
非常に軽い、うん、なんかまあこのブルゾンと、ま、結構ね僕は今回このブルゾンありきだったんじゃないかなと思うんですよ。このブルゾンに合うパンツっていう感じで同じ生地を使ってるのかなっていうふうに思いますが、非常にいいですね。ちょっとシャリッとしててね、うん、いいですね。すごい綺麗な綺麗めな感じのウールに近いような、うん、そういうような質感でございます。え、めちゃ良くないこれ、うん、あ、でウエストは先ほども申し上げた通り紐です。紐なんでデフォルトの採寸サイズここは結構大きいんですよ。結構ウエストでかくて、うん、なのでまあ紐でねキュッと縛っていただいて、まあ、今回みたいにこういうイメージですね。ちょっとこう腰周りにクシュッとできるような感じで、これはまあ毎シーズンの同じ定番って感じですね。え、良くない？ちょっといいね。はい、すいません。はい、じゃあね、ちょっとね、せっかくですからベージュの方も着てみます。さらっとね。はい、ベージュです。どうでしょう。まあ、いいな、ベージュもいいな。ちょっとまた印象違う感じで、いいですね。だからベージュってやっぱどうしてもカジュアルっぽいね。こういうベージュってさ、すごいカジュアルっぽいイメージがあるじゃないですか。でもなんかこのね、ウールのベージュ、そしてこのセットアップで着るとね、すごい独特な、ちょっと綺麗めでモードっぽい感じにもなりつつ、でもどっかカジュアルな、なんかこうちょっとワークっぽさもなんかあるんだけど、でも上品みたいな、なんかね、そういう何とも言えない表現したがしがたい独特の雰囲気が出ます。まあでね、こう足袋とか履いたらいいんじゃないですかね。あ、結構足元キュッてね。だからこれを例えばですけど、なんだろうな、ワークっぽいブーツだとまたちょっと印象違うと思いますよ、うん、マーチンの高いブーツとかね、だとまた多分よりちょっとこうワークテイストになるとか、まあスニーカーとかでもまた印象違うし、いや春っぽいね。いいじゃないの、いいじゃないのね。これね、裏地よくないわ。松本さんだぞっつってね、このチラ見えする裏地もね、こう爽やかで非常に春っぽいね。いいですね。はい、でなパンツ2万6000円って普通に安いんだよな。あ、普通に安いっすよね。これ普通に3万くらいしてもね、3万の面なんですけど2万6000円かみたいな。はい、そんな感じでベージュも非常におすすめでございます。でね、パンツ単体でね、こっちのネイビーもね、ネイビーもね、非常におすすめですよ。ダークネイビーという感じで、これはどちらかというとですね、ちょっと青みの方が強い、結構ネイビーですね。はい、青みちょっとライトの関係でなんか赤っぽく見えるかもしれないですけど、ダークネイビーって感じです本当に、うん。これもね、多分使い勝手めちゃくちゃいいんで。ネイビーもパンツ単体としてね、すごいおすすめですよこれ。まあ、やっぱウルパンツいいんでね、毎シーズンこの形はすごい好評いただいておりまして、愛用者も多いのではないかなというふうに思います。はい、そんな感じですね。まあウルの 1.5 デリバリーみたいな感じになってしまいましたけども、はい、ぜひおすすめのピースでございますから、今回も概要欄にね、詳細貼っておりますから、ぜひチェックしてください。基本的に再入荷はございませんので、お願いします。はい、そんな感じでございます。ではまた。